皆様こんにちは。私は今総保地区に来ております。総保はマンハッタンのダウンタウン、ハウストンストリートの南側にあります。私は今マーサーストリートというブロードウェイから一本西側に入った通りを南から北に向かって歩いています。総保はアートギャラリーや高級ブランドショップが立ち並ぶ地域です。この辺りは古い町並みが残ってまして、石畳の道路にキャストアイランドビルディングというのが特徴的です。ここではタイムズスクエアのような派手なネオンサインは見られません。その代わり景観にマッチしたのれんのような看板が各店先から突き出ています。グランドストリートとの交差点に出てきました。グランドストリートを渡ってそのままマーサーストリートを北に向かって歩いていきます。こちらはブルームストリートです。今日は金曜日の午後ということもありまして、道路は大変渋滞しています。ブルームストリートを西に向かうとポーランドトンネルの入り口がありまして、そちらに向かう車で大渋滞しています。ポーランドトンネルはハドソン川の下を通るトンネルで、そこを抜けるとニュージャージーに抜けられます。毎週金曜日の午後はニューヨークから郊外に向かう車が多く、それでこのように渋滞をしています。日頃はマーサーストリートがこんなに車で渋滞することはそれほど多くないのですが、今日は大渋滞です。
イライラして誰かがクラクションを鳴らし始めると、それに続いて他の車もクラクションを鳴らします。あの音は消防車が来ている音です。こちらでは消防車は必ずしも火事の時だけの出動ではありません。交通事故があると念のため救急車と一緒に消防車が出動することもよくあります。今横断したのはスプリングストリートです。こちらはプリンスストリートです。ハウストンストリートに出てきました。
ハドソンストリートはマンハッタンを東西に結ぶ大通りです。ソーホーはそもそもサウスオブハドソンストリートの略称ですので、ここより北側はノーホー、ノースオブハドソンストリートと呼ばれます。今ハドソンストリート西に向かって歩いてます。グリーンストリートに出てきました。今度はグリーンストリートを南に向かって歩いていきます。グリーンストリートはマーサー・スチュアートとは異なり、車の方向が南から北への一方通行になっている関係で、この辺りは先ほどのような交通渋滞は見られません。このソーホー地区はソーホーキャストアイロンヒストリックディストリクトとして1973年にニューヨーク市のランドマークに指定されています。また1978年にはナショナルレジスターオブヒストリックプレイスとして登録されております。約500のビルディングがその中には含まれています。ソーホーで典型的なキャストアイロンの建物は1840年から1880年頃に建てられたそうです。ソーホー地区の建物のほとんどはもともと産業用コマーシャルビルディングとして建てられたものがほとんどです。しかし1970年代からアーティストが徐々にこのビルディングの中に住むようになりました。いわゆるロフトと言われる構造で、部屋の間仕切り等は一切なく、オープンスペースでそこで寝泊まりをするというスタイルです。これらの建物は住宅用としては作られていないため、ほとんどの住宅用のコードに違反していました。ただしニューヨーク市は長い間この状態を黙認しており、結果として多くのアーティストがロフトの中に住み着くようになりました。現在では特別に許可を与えているようですが、今でも新しく居住用に建築をする場合には特殊なパーミットが必要になるということです。
So you're really going...ルームストリートの交通渋滞があまりにも激しいので、右に曲がりたいと思います。ブルームストリートにもキャストアイロンのビルディングが多く立ち並んでます。ウスターストリートに出てきました。ウスターストリートを右に曲がりたいと思います。今ウスターストリートを北に向かって歩いています。
再びハウスオンストリートに出てきました。もう一本西側に向かって歩きたいと思います。こちらはウエストブロードウェイという通りです。ウエストブロードウェイを南に向かって歩いていきます。ウエストブロードウェイは道幅が少し広く一方通行ではありません。正面に見えているのはワールドトレードセンターです。
双方はファッションに興味がある方ならいくら時間があっても足りないでしょうし、ファッションに興味がない方も景観が綺麗なのでここを歩いているだけでも十分楽しめると思います。今回はこの辺にしたいと思います。皆様ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。よろしければいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。また励ましのコメントをいただけると大変助かります。